ですから、こんにゃく。じゃあ次行きたいと思います。ね、はい、日本一、うん、ラケットに形が似ているもの。あれですよ、築地直送ですよ。開き、アジの、アジの開き。あー、はい、あー、これすっごい覚えてるもん。めちゃくちゃ覚えてる。だんだん身がね、こうほぐれていくんですよ。これね、あらー、ペンラケットにそっくり。そっくり。これ。見て。ね、似てる。え、ね、お、うちやすい。なにこれ、あれこれ、これすごい、これちゃんと持ててるんじゃない、これ、お、これすごい、よーい、なんか割れてきた。恥ずかしい、ほんとだ、大手の前でバスを踊りました。恥ずかしい。卓球のラケットの代わりに最適なものランキング第1位、アジの開き。意外と丈夫でしたしね。丈夫でした、うん、焼いた方がいいね。はい、あ、焼いたら硬くなりますもんね。そう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 、身がボロボロしないし、いいですもんね。そうそうそう、生だとベチッとかってくっついたりとかするけど、これさっとこう油もあるからさっと飛んでいく。これいいです。素敵ですね。はい、じゃあさて、記念にアジでもう一回スマッシュを決めていただこうと思います。わかりました。はい、頑張って。はい、なーちゃん頑張って、決めて一言ね。ちょっとちょっと